やっとっていうかね、まあ去年からずっと言ってたんですけども、新言語発表されました。まあ皆さんね、この動画見てる段階では知ってるかと思いますけども、令和ですね。令和です。今ちょっと大福がいてるんですけども。まあ令和って大福もね、久々にご登場ですけども、まあ今日はね、まあその、まあ経日のカミングアウトを発表させていただいて、まあでも ただ発表するんやったら面白くないんで、まあ今日はこちら、ウィルキンソンハードナイン日本で、ケニチの大好きなもうこちら、もう辛いところカラカラウオっていうね、もう本当にスガキ屋さんから出てる辛いラーメン、これをいただきます。開けましょうかね。ラーメン大好きです。でうどんも大好きなんですけども、まあ中華麺、まあ何でも好きですね。最近でもこれ開けにくっていうか、もう本当にね、開けにく、ノンフライ麺ですからね、ダイエッターの味方ですよ。出てきたのは後入れ粉末スープ、最近入るですよね。で液体スープ、あ、これは後入れちゃうんだ。で火薬の素、うん、以上。スガキ屋のこのキャラクター昔から一緒ですよね。まず火薬入りスープ素ですね。その次に液体スープ、いや意外と少なかった。後入れ系がね、最近後入れ系ってもう全部後入れ系とかあるじゃないですか。うわー、なんかもう、うわ、もうなんかすっげー赤いんだけど。いやー、今日はね、もうカミングアウトしますから、まあ、いいでしょ。よっしゃ、うん。で、しっかりとお湯を入れる。ここの匂い、いや、腹いて。まあ、いいでしょう。まあ、ここに置いた状態です。これをね、こう4分です。ノンフライ麺ってちょっと時間かかりますから、まあ、この間にウィルキンソンハードナインいただきます。ああ、ウィルキンソンって言うたら本当に炭酸の中では王者じゃないですか。いや、いろんなありますからね。その中で一番お高くて強炭酸って本当に言ってもいいぐらい。ほんで、やっぱりこの水のなんか美味しいのかなって、あんまり炭酸ですから、水の美味しい美味しくないっていうのはそこまでわからないんですけども、でもウィルキンソンイコール炭酸の王者。その炭酸の王者が出したナイン。ストロング系ですよ。では、いただきます。ほう！あ、やっぱり炭酸すげえ！まあ、ぼちぼち麺の方が、まあ、できたということですね。粉末スープ、後入れっていうことは、なんか、片栗粉的なっていうか、とろみ成分が入ってる場合って、初めに入れたらなんか、なんか赤みたいな書いてることがあったんで、そういう成分がちょっと入ってるのかと思います。では、4分ね、あまり伸びてんの嫌なさ。アルデンテ命の検知とっては、4分といえど、今だいたい2分半ぐらいですけど、ちょっと早めに開けます。うまい。うわ。ま、ね、結構、こうなんかもう、あ、すっごい色してますよ。で、脂身がね、入ってるんで、この脂身がね、どういう効果があるのかってか、これなんだ、これ赤の上に赤。いや、赤すげえな、これ、やべ。うわ、でもこれ、カツオの味がするけど、辛、匂い辛。ほう。これですよ。このね、カツオがすごく風味はいいんですけども、これを混ぜるのか？まあ、これ混ぜるのね。うん。いや、確かにね、辛い匂いっていうのは、このアルコールを、こう、そそるっていうか、でもこの、ノンフライ麺っていうのは確かにいいですよね。うん。うわ、いやー、これたまらん。では、いただきます。これね、全部めくらない派なんですけども、たまにこう読みながら見たいので、豚と魚と激辛っていうことですね。うん。まあ、太麺ということです。では、いただきます。これ、なんと。いや、でもちょっと慣れては来るんですけど、慣れては来るんですよ。うん。あ、そうそう、カミングアウト。カミングアウトね。皆さんでも知ってるかと思いますけども、まあ、大体、顔立ち見たらわかるかと思いますけども、ケンリチ、すごくセレブです。
結構セレブな、あの、環境下で、あの、育ちましたよ。ね、では、いただきます。いやー、これは、これの、ちょっと、ね、一気にいったらね、あの、ここで吐き出したらダメですから、こんだけね、長くしても、この2分半ぐらいで、メイン、その、粉っていうか、入れたので、まだアルデンテ状態はしっかり保ってる状態です。これ、いててね。いや、こう、すごい辛い、これ、マジで。いや、やばい。これ、飲めるじゃん。これ食べれるかな。いや、でもね、あー、ピリ辛や。口ピリ辛。あ、そうそう、髪が、そうそう、皆さん、まあでも、分かってるってあるんですけど、このケニチの顔を見たら、なんか、セレブなんだなっていう、思ってる方はいっぱいいてたと思いますけど、まあそう、セレブなんですよ。で、子供の頃からね、赤い車乗ってましたね。親はね、あの、フェラーリね。いや、すごいです。なんかある程度でテッサロッサとかね、すごく乗ってて、全然知らなかったんですよ。その名前をね、ある程度ね、大人になった時に、あ、これが、そのテッサロッサって、親が乗ってた車が普通すぎて、で、これがその、高い車なのか、安い車なのか、全然わからなかったんですね。で、大人になって、これ、友達が、この車欲しいね、めっちゃ欲しいね、って言って、あ、これ親乗ってるけど、後ろ狭いね、とか言ったら、お前これ、2000万ぐらいするんだぞ、っていうことで、なんか、あ、これ高い車だな、って思ったら次第です。あ、いや、これ、でもね、さっきのね、辛さ、ってか、さっき一発目やばかった。いや、いや、これね、結構このハードラインが助かるわ。すごい色なんだけどね。やばい、やばい。ま、これをなぜ売ろうとしたのか、聞きたいですね。嘘。これ毎年足変わる。カミングアウト2。結構、ケニチ、海外旅行行くじゃないですか。まあ、ちょこちょことね、LCC を、まあ、多く使わさせていただいてるんですけども、おー、すごいなーとか言いながら言ってますけども、子供の頃からめっちゃ行ってます。いや、もう、世界、90カ国ぐらい行ってますかね。もう、数え切れないぐらいね、パスポートがね、もう、すごい、こう、真っ赤っかなんですよね。このね、粉が美味しい。このうまいところを伝えれたらいいんですけど、辛いだけじゃなくて、うまいんです、その後に。はぁ、か。いや、でも、ハードナインもきついな。結構。次、カミングアウト3。まあ、子供の頃からね、英会話っていうのほとんどなかったんで、だから、まあ、海外留学とかしてましたかね。うん。だから動画見てると分かる方多いと思いますけど、旅先でめっちゃ英語喋ってるじゃないですか。まあ、それはその時の名残です。はぁ、から、結構ね、もう湯気。おぉ。ああ、なんか胃がすごくこう、胃がすごい。その、自分自身がこんだけ辛いの食べれないんだけども、好きだから、やっぱり挑戦しちゃうってあるじゃないですか。わかりませんよね、それ。自分でも何言ってるかわからないですけども。今までね、辛いものシリーズっていうのは、今まで3本取ったんですかね。その中で、やっぱりナンバーワンは、ココイチの10辛。あれは、やばかったですね。まあ、その次ぐらいかなと思いますけど、でも、これがね、美味しいんですよ。このカツオのね、ザラザラ感がいっぱいあって、それがごっつい出汁になってるのかな。だからご飯にかけたいんですけど、これがね、辛くなかったらもっと美味しいって言えないんですよ。美味しいんでね。美味しい。辛いの好きだから食べてるんですけど、いや、これがね、辛くないような状態やったらね、のも食べてみたい。食べてみたい。
学校の時にめっちゃ F1 履いてたんですよ。その F1 履いてる時に、あパパに、F1 乗ってみたいって言ったんですよ、実はね。F1 乗ってみたい。しかも、スーカーで走りたいって言うて、小学校の時に、あもう女沸かしたるって、友達がやってるから、とか言って。で、スーカーに行って、で、スーカーで走りましたよ。小学生だよ、小学生。小学生の時走ってね、もうあの時はね、スピンしましたね。あ、いや、もうぼちぼちね、後半になりますけど、さすがにもう次あたりで終わる量ですよね、麺はね。だんだん辛いのが慣れてきたっていうか、もうこれにご飯と卵入れて、なんか最後ゆっくり食べたいなっていうのはありますけど、いや、今はちょっとやめておきます。なんかちょっと胃の方が、まあ、これ、今美味しく食べてる状態で終わろうかなっていうことでしょ。うん。辛いの好きな方ってすごいですよね。テレビ見てても汗だくになりながら食べてるじゃないですか。汗だくになって食べれるんですよね。僕らもうそんなテレビ出るような辛さはね、食べれないんですけども。これでも本当にね、この唇の周りがもう真っ赤っかになってますけど、まあ一応完食ですよね。完食。もう食べた時点で完食なんで、そうですよ。大食いチャンピオンでも、こう、なんか食べた後、スッとすくってるんですよ。すくって何にもなかった完食ですよ。だからまあこれで完食っていうことです。でもちょっとだけ飲みますね。ちょっとだけ。あー、辛い。最後ハードナインいただきます。あ、ごちそうさまでした。美味しく。おいあ、まあ、最後なんですけど、ハワイに別荘を、この間買いました。